はい、どうも、ワドツです。2018年2月の22日、夜の20時7分です。よろしくお願いします。通常枠でーす。そうだよな、早く気づけばよかったよ。はい、解放お疲れ。こんばんは。解放お疲れ。 はい、リカちゃん、こんばんは。お疲れ。はい、タイマー。純子さんかな。純子さん、こんばんは。はい、さやちゃん、こんばんは。まーさん、こんばんは。今日は女子率高いね。今日バタバタですね。あ、バンナムさん、どうもどうも、お疲れ様です。はい、こんばんは。やなラッキー。おう、金魚鉢さん、ワドツー。ペンペン、ワドツー。タモチさん、ワドツー。こんばんは。花火が上がらなくなった狐に用はないんだ。ニアさんはどつ？なんで狐やめるんだよって。だって花火上がんねえんだったらやる意味ねえじゃん。いつも言ってんじゃん。俺狐が楽しいからやってるわけじゃねえんだって。花火が上がんねえからやめたんだよ。別に通常枠やれやいいじゃん。だって花火が上がんねえでアンチコメントシャワーされても意味ねえもん、俺からすると。バカくせえ、やるわけねえだろ。ざまあ、いつも言ってんだろって。俺はせあの結果にコミットだから。結果にコミット。サムネ変えてんだ。あ、コウジュンさんなんだ。コウジュンさんって女性だったってこと？ あ、そうなんだ。わけあんだ。まあ、いろいろあるんでしょう。了解。アンチコメシャワー浴びてても何にもないよ。気分悪いだけだよ。モノさん、こんばんは。ワドをやんのか？なんだっけ？キオスクさんいらっしゃい。何をやんの？ 意味がわかんないんだけど。 アイコス嫌いなんだよね。臭い。アイコス。あと体に悪いと思う、あれは。俺はアイコスやだ。俺健康のためにタバコ吸ってるから。狐の方が今まで花火上がってたから狐やってたんだけど、花火上がんなくなったからやめた。てめえ、パチ屋で見たぞ。だからパチ屋にいたら何なの？どういうこと？あなたに何の関係があんの？妊娠したからアイコス2台いらなくなったから送る。ああ、俺使わねえわ。ありがとう。おめでたか。いいね。なんで俺の生き方はお前らに干渉されねえといけねえんだよ。うるせえ。のんちゃんの鏡ここにあるよ。はい。はい、こんばんは。何なんだよ。何なんだよ。気持ち悪い、キヨスク。てめえに俺の生き方何の関係があんだよ。うるせえな、ゴミが。ハゲ隠しの髪型なんとかしろ。別にハゲ隠しなんかしてないけど、俺。うるせえな、消えろ、消えろ。クレジットの課金のやり方？クレジットカードの課金のやり方はね、ウェブサイトでやるんじゃないかな？パソコンで。多分パソコンでじゃないとできないんじゃないのかな？俺もちょっとわかんねえわ、アイテムの買い方は。どっかに載ってるんじゃないかな？運営さんのところに。
ああ。テース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 。スマホからもできんの？スマホからもできるらしいよ。ゴミはてめえだよ、ゴミは。なんでこんな他人のさ、生き方にとやかく言うやつ多いの？俺全然意味わかんねえわ。ゴミすぎるだろ、ゴミすぎ。ティッシュある、のんちゃん。ありがとう。ん？どこ行った？うるせえよな、本当にな。なんでこんなああだこうだ言われねえといけねえんだよ。本当、虫図が走るわ、虫図が。ありがとう。別れた？嘘。マジで。とうとう、ニャンダフルありがとうございます。ありがとう、とうとう。え、何があったの？マジか。喧嘩した。
マジだぜ。おかえり、トト。おかえり。トト、おかえり。ありがとうございます。マジか。3ヶ月ぐらい。まあまあ、いろいろあるよ。男と女は。マジか。おかえり。待ってたよ。大丈夫だよ。俺は、クズだけど、ずっと配信やってるから。居場所は提供するから。愚痴でも聞くよ。まあ、合う合わないだからな、最終的にはな。最終的には合う合わないだよ。感覚だよ。3ヶ月ぐらいか。まあまあまあ、よく言われてる3ヶ月3年ってやつか。女ってわかんないよね。うん。わかんない。仕事出会えないから、仕事で会えないからっていう理由か。でもね、その、仕事で会えないとか仕事がどうっていうのって最初から分かってただろうって言いたくなるよね。だし男は仕事をするんだよ。男は仕事に生きるんだよ。で、その仕事で会えないって、あのね、俺ね、女で一番嫌なのさ、仕事と私どっち取るのとか言ってくるバカいるでしょ。仕事だよ。仕事に決まってんだろっていう。そう、仕事、そう。仕事だよっていう。当たり前じゃんって。生活かかってんだわ、つって。じゃあお前が面倒見てくれんのかって話でしょ。なんなんだろうね。あれ、男は言わないじゃん。仕事と俺どっち取るんだよって男は絶対言わないじゃん。あの女の感覚っていうのはわかんない。男は仕事に行けるんだよ。むしろね、仕事に行かせるようにしないといけないと思うの。女の人は。稼いで来いっていうさ、その稼いで来いって言っちゃダメだけど、その、なんつうの、男を仕事に走らせる女じゃないとダメだと思うよね。うん。間違いないよね。風船ありがとう、芸人さん。間違いないよ。まあまあ、いい人見つかるよ。絶対見つかるから。次会う女はさらにいい女だから。若い女に言う傾向はない。俺だから若い女の人苦手なんだよね。仕事をダメにする女はダメ。稼げるようにする女がいい。若いとね、いや今だけそんなこと、いやだから、そういうことは言わないで、みんみん。そういうことを言われちゃったら俺は何も話すことないから。ハートありがとう。そういうことは言わないで。うん。今時いるのかな、どうなんだろう。逆に女の人がさ、男に言われて嫌なことってあんの？男のこういうところがダメっていうのあんの？仕事を天秤にかけて自分の価値を見定めてるの？それってさ、いや、あのね、じゃあね、じゃあだよ。私と仕事どっちが大事なのつって、お前だよ。もう仕事行かねえからっていう男、いいか？いいの？それで。お前に決まってんだろって。もう俺働かねえよ。それでいいの？それでいいの？それで。絶対間違ってるでしょ。あ、カレオさんいらっしゃい。嫌でしょ？だから仕事なんだよ。どう考えても、どう考えても仕事なの。そんな男嫌でしょ。あ、バブル世代はまあわかるかもしれないけどね。仕事してないのは論外でしょ。そうだったら聞くなよ。誰が論外じゃ。誰が論外じゃ。なんかイラッとした。ごめんね。なぜかわからないけど、イラッとした、俺は。
誰が論外じゃん。いや、仕事一番でしょ。俺だってこれマジの話だけど、のんちゃんと付き合う時言ったよ。俺のんちゃんのことよりも配信のこと優先するからねって。俺はっきり言ったもん。俺はそういう男だよって。まあ、っていうかそれが分かってないと付き合わないと思うんだけど。うん。はい、それが仕事なのかっていうのはさておき。配信が仕事なのかっていうのはさておき。俺は配信撮るよ。うん。ああ、自分が一番じゃなきゃ嫌なんだ。いや、じゃあ働かないよ。男友達と私どっちが大事なの？ああ、そのパターンはあるか。そのパターンはあるだろうね。男って男友達と遊ぶの好きなやついるもんね、異常に。ああ、それはまあまあ、それは言ってもいいんじゃん。デートしてよとか、家庭持って大丈夫かな。それはあるね。それは別に言われても、別にイラッとしない。俺は。ああ、そうだねって言うね。まあ、正解の返しは、男友達と私どっち大事なのよ、ワドって言われたら、友達なんていねえよって言うけど、ね、一人もいねえよ。どうすんだよ。そもそもその心配はない。それ言われたことあんまないかもしんない。稼がないと好きだけじゃ食べていけないよね。いや、別に好きだけで食べていっていいんだけど、結婚したいとか抜かすなよって感じだよ。結婚したいとか家庭に入りたいとか抜かしたら俺ひっぱたくけどね。男はバカ正直だから。俺絶対女の方が有利だと思うもんな。なんか人生絶対得なの女の人だと思う。絶対女に生まれた方が得。生物界は。男よりも俺女に生まれたかったもん。仕事は理解してくれないとダメだね。男性を立てる女性は幸せになると思うよ。それは男尊女卑とかなんだかんだとかいう話じゃなくて、そっちの方が得をすると思ってる。と同時に男もレディーファーストじゃないとダメだと思うけどね。お互いだよ、お互い。それはもうなんか男女間の問題じゃなくて人としての問題でしょ。男の方がいいか？俺女の人の方が幸せな気がすんだよな。なんで女が得かっていうと、なんだろう、主婦になるのが夢なのね。俺。主婦になって、こう、炊事洗濯とかやったりとか、子育てとか、そういうのが、なんで男の人が一般的じゃないんだろうっていうのは考えるかな。毎日料理したり洗濯したりとか、まあ、引きこもりだからな、俺が。まあでも今は別に、そういう生活できてるからいいんだけど、昔は、一昔前まではそれ許されなかったじゃん。あ、まあ外でね、立てるなら家の中ではお母さん強くていいと思うよ。間違いないね。そう。主婦ね。主婦良くない？なんで男の人がやっちゃダメなんだろうね。ダメだったんだろうね。なんか社会的な常識とか未だによくわかんねえわ。月8万もかかる？嘘。それは美意識高いからでしょ。純子さんが、美意識が高いからだよ、多分。で、主婦もありだよね、女性が稼げるんなら。まあ今いい時代だよね。いろんなことがね、いろんな生き方ができるから。
女の人の方が幸せだと思うけどな。3ヶ月に1回下着変えるんだ。すげえな。のんちゃんはパジャマ雑巾みたいになってるけど。本当に雑巾みたいになってるけど。のんちゃんにパジャマ雑巾になったら捨てるっていうスタイルだから、のりこスタイル。ずーっと同じ服を着てポイって捨てるから。トムとノリコを交尾させてみて、お前頭おかしいだろ。頭おかしいだろ、マジで。パンツはそうだね。穴が開いたら俺は捨てるかな。のんちゃんは買い替えっていうかね、のんちゃんは服を買わないね、まずね。なぜなら、外に出ないから。なぜなら、外に出る必要がないから。なんかね、でもね、のんちゃんの部屋で配信の枠を開いたときに、コメントで、こんにちは、和道さん。心霊配信ですか？っていうのはすげえ笑った。どこの心霊スポットですかっていうのが、映像がマジで、のんちゃんの部屋が心霊スポット配信にしか見えなくて、あれは笑ったな。すげえ面白かった。金かからないっていうか、金かかる女なんか付き合いたいと思わないもん、俺。金かかる女嫌だね。嫌だっつうか、付き合ったことないね。何々買ってとか抜かす女は嫌だね。嫌だ。ただ、のんちゃんは付き合ってから一番高価なものプレゼントがエアガンだからね。ちょっと逆に不安になるね。何々が欲しいとか全く言わない子だから。物欲がないんだよね、のんちゃん。まあ、のりこはちょっと、あれだね。特殊タイプだね。そうだね。通常枠だね。キツネ枠、花火上がんなくなったからやめた。あ、いいよ。まあさん、ありがとう。何、20課金俺にプレゼントしてくれんの。待ってる、にゃん。ありがとう。まあ俺はどっちでもいいのよ、ぶっちゃけ。キツネだろうが、タヌキだろうが、ウサギだろうが、カメだろうが、通常枠だろうが、なんでもいいの。猫あげたいの？今日猫の日だったから。あ、あ、猫飼ってるんだ。好きな人には言いづらいことなんかないよ、俺何でもオープンだから。何でも。基準は花火じゃないよ、別に。基準は花火じゃないけど、稼げなくなったら終わりでしょ。稼げなくなったら終わりじゃん。アマチュアでやってるわけじゃないから。食ってかないといけないから。俺もこんなところでくすぶりたくねえし。
隠し事してもしょうがないし、隠し事をしたり嘘をつく関係になっちゃうと、一回一回その人が言ってることが本当なのか嘘なのか、こう調べないといけないわけでしょ。それが嫌なんだよ。時間のロスじゃん。隠し事をする、嘘をつくってことは、本当のこと言った時も嘘なのかどうなのか、その調べる手間がかかるから、基本的には俺、そう、嘘、こいつ嘘ついたなっていうと、もう何言っても嘘つきだっていう判断をする。だから、まあ極端な話すると、もう関わりませんっていう判断。一回でも嘘つかれた。おー、ロビーはどつ、いらっしゃい。それはそうでしょ。あと、隠し事がめくれても嫌だね。まあ隠してる分には別にいいかもしんないけど。ありがとう、猫女王、匿名猫女王さん、ありがとう。キャットタワー、ありがとうございます。ありがとう。あざーす。稼ぎは後からついてくる考えでは。え、どういうこと、どういうこと、何、稼ぎは後からついてくるって。何、稼ぎは後からついてくるってどういうこと。女は見た目に、ありがとう、たまにしか来れなくてごめんなさい。ハート花火ありがとう、ありがとうございます。誰だろう、誰が来てくれたんだ。いや、来てくれて、ああ、いえ、とんでもない、とんでもない。っていうかね、最近キツネだったから誰が来てんのかどうなのかっていうのが分かんなかったんだよね。最近来れてなかったんだ。いや、来てくれただけで嬉しいよ。あ、いや、あのね、俺はね、その考え方は大丈夫だと思う。間違ってないと思う。あ、ありがとう。スリさんいらっしゃい。メガホン2個ありがとう。ノンタンが圧勝だったらしいよね、昨日ね。まあ、デートに金かかる。デート費用は男に払ってもらいたい。考え方間違ってるか。すっぴんで割り勘で来いよって俺だったら言うな。嫌なやつだろ。純子って友達だったらだよ。あ、まあまあ、純子が俺の彼氏だとしたら、お前すっぴんで来いよって、で割り勘で来いよって嫌味で言うかもしんない。だから絶対付き合わないでしょ。俺はそういう性格。あの、その思想をもしぶつけられたら、そういう嫌なやつだよ俺。もうすっぴんでいいよ、ジャージで来いよっつって、今から割り勘なって。そういうタイプ俺。いや、俺はそう言われたらそう返すかな。そう言われたらそう返す。あ、何もが何でも割り勘タイプなんだ、まーさんは。後でぐちぐちは言ったことないね。こんばんは、カスピンさん。後でぐちぐち言うのはダメだし、男が出すべきだと基本的には思ってるけど、俺はね、俺は個人的には男が出すべきだと思ってるけど、女にそれを言われたら絶対に俺はすっぴんで割り勘は絶対試すね。あの時払ったじゃんっていうような男と付き合ったらダメだよね。それははった押すわ。俺でも言われたことあるよ。今まで買ってもらったもの全部返すから処女膜返してって言われた時はごめんって謝ったけどね。ごめんなさい、それは無理です、それは返せません、非常に申し訳ないです。返ってこないよね、なかなかのパワーワードだからね。学校の同級生に話したらすげえなっつって、流行語大賞取ったもんな。処女膜返せって。できた、どれ、髪の毛。のんちゃんできたって、いいじゃん。ああ、いいんじゃない、似合うじゃん。あ、いいんじゃない、いいと思うよ。できました、いいんじゃない、いいんじゃない、
なんかちょっとセレブな感じになった。うん、セレブに。あ、いいじゃん。ちょっとここもうちょい切ればよかったかな。大丈夫？うん、大丈夫。もうちょいね、この辺切ればよかった。ちょっと後ろ。うん、あ、ちょっとやっぱ俺が下手だな。うん、やっぱ美容師さんのとこ行かないとダメだな、女の子は。ちょっと下手すぎる俺が、うん、まあまあ伸びたら直してもらえるんだよ。うん、うん、ねえ、セレブな感じになったね。うん、のんちゃん綺麗よ、だってニコールさんが。ありがとう、うん、ベッキーみたい。ベッキーこんな髪型だっけ。うん、よかったね。うん、うん、髪の色は大丈夫、これでいいの。うん、つみきちゃんいらっしゃい。うん、俺もね、前髪は切った方がいいんじゃないかなっていうのは提案したんだけど、今伸ばしたいんでしょ。うん、うん、伸ばしたいの。うん、センターは気にしようか。センター、いいんじゃん。いや、センターにしない方がいいと思うよ。そっちの方がかっこいいと思う。うん、いいと思うよ、やってるよ。うん、外人顔だからな。うん、もうすぐでおひな様の。うん、3月3日。3月3日なんだ。は、そうだね、生であってもハーフって言われるよね、ハーフっぽいって。なんかでもハーフベイクっていうのやったんでしょ、この前は。うん、前ね。あれ、エビミちゃんが言ってたよね、ハーフですかって。うん、うん、はい、カズいらっしゃい。うん、ペコも喜んでる。ペコわかんないよ、アホだから。うん、口元もベッキーみたいな。よかったね。うん、うん、はい、もういいよ。うん、ちょっと後ろもうちょい切ればよかったな。でもね、やっぱ美容師さんには勝てないね。うん、揃わない、俺が切っても。あ、ありがとう、みんみんさん、パフェありがとう。この間ドレさんの枠で鮫島さんとのバトル、 ありがとう、つみきちゃん、ハートあり、あやふ、花火ありがとう。最近なんか言語障害出てる。台本だと分かっても面白かった。いや、台本じゃないよ、台本じゃないよ。っていうか、じゃあ台本って何って感じだよね。なんかそのみんなの言う台本が何なのかが分かんない。うん、みんなが言う台本が何を指す言葉なのかが俺にはよく分かんないわ。台本って何、うん、何、その一行一行セリフが渡されるの。あれってドレさんはマジギレしてたんだよ、鮫島さんに。で、鮫島さんもドレさんにマジギレしたところからスタートしてて、で、その俺は俺で、うんと、どういう展開にしようかっつったら、鮫島さんもドレさんも仲がいいわけですよ、僕の立場からすると。で、ここで揉めてもらいたくないって。でもここで上がらなきゃダメだと思って、要はだからドレさんは冒頭でワドをやめとけって、この凸上がるな、やけどするって。要は俺の肩持っても鮫島さんの肩持ってもお前は得しないよって言われたのよ。その得はしませんよって言われて、で、ああそうですかっつって上がったわけだよ。うん、鮫島さんがピンチになって台本言い出したよ。じゃあ鮫島さんから俺は指示書を出されたよ。だけど結果その通りになってないの。だからアドリブでしょ。だって俺がトツ上がった、ドレさんのところに上がったのは自己判断だし、鮫島さんからこうしてって言われたのは結局できてないわけよ。わかる？だから鮫島さんにとっては台本かもしれないけど、俺にとっては台本じゃないの。そう。ドレさんは一人でマジなの。ドレさんだけ一人でマジ切れっていう。うん。打ち合わせっていうか、まあ、そういうのはあるじゃん。でもね、配信者はね、本音で常に言い合ってないとダメよ。本音で常にぶつかってないとダメ。うん。ほぼアドリブっつうか、だから脚本渡されたのは俺はゴロリさんからしかないのね。
ゴロリさんからしか配信5年やってて初めて台本を渡されたのがゴロリさん。ゴロリさんしか台本書かない。だからね、あのドレさんはそのトツを切る癖があるから、すぐにコラボ枠なのに絶対に切ったらダメなんだよ。絶対に自分から切ったらダメなの。でもし切るとするなら、これ以上盛り上がらないなっていう判断の時の、ドレさんは盛り上がる手前で必ず切ってたから、あれは何だったんだろうね。多分ね、そのトツのさばきとかトツの概念がまだ分かんなかったんだと。だからあの鮫島さんとのでだいぶドレさん勉強になったんだと思うよ多分。ただアメリカ人をみんなで、あの、なんつうの、蹴落とす感じの一体感はすげえ俺面白かったけど。アメリカ人がなんか説教調で、なんかみんな悪いっすよみたいなこと言った後にみんなから総攻撃食らって、何これみたいな。あれすげえ面白かった。すげえやけどしてんの。ドレさん元気になったね、よかったよね。配信者は元気じゃないとダメよ、やっぱり。配信者はね、元気じゃないとダメ。アメジンも台本、台本。だからその、みんなが言う台本が何のことなのか俺はわかんないね。どこをどう思って台本って。例えば、その、何が台本になるんだろうな。台本って何？鮫島さんから、鮫島さんから来た台本は、ワド、俺を攻撃しろと、ドレさんを攻撃するんじゃなくて俺を叩けって言うから、と思って、で俺が泣くっていうオチにしようって言って、それ面白いと思ったのね。で鮫島さんに言われた通り攻撃を仕掛けるんだけど、何時間やっても効かないの。いつ泣くんだよ、いつ泣くんだよって思ったから、あれって渡されてる台本と違くないっすかみたいなのが俺は面白かった。ワード、俺が泣いたら神回だって書いてきたから、パッて LINE が来て、俺が泣く感じでみたいな、俺にワード頑張れみたいなこと書いてあった、一言二言書いてあったから、頑張って鮫島さんのことすげえディスるんだけど、鮫島さんはその鮫島さんから渡された台本は、あの、なぜか鮫島さんが答えてくれないっていう、そう、それで言い過ぎ言い過ぎとか言って、ずっとそのディスってる間、ワド、それ言い過ぎじゃねとか言って、ずっと LINE が裏でくんの。そう、意味わかんねえと思って、歯抜けは言い過ぎだろうとか言ってめちゃめちゃ怒られたから。いや、何が何だか分かんなかったよ、本当に。それは台本って言わなくない？悪ノリでしょ？ただの。ただみんな、なんか、茶化し合ってるだけだから。ただ単に。米の流れ読んでたらむちゃくちゃになったんだ。でもそのなんつうんだろう、その思ってることをどれだけ込められるかみたいなのはすごく大事で、あのね、いつも言ってるんだけど、そのディスはリスペクトがあって初めて成立するし、そのなんつうの、あくまでも配信者は自分のリスナーの代弁者でないとダメだっていうのが俺の考えなのよ。リスナーが本当に思ってるけど言いづらいことを言わないといけないし、言って初めて本音が出てくるわけじゃん。そこで多分リスナーも気づくし、例えばその鮫島さんのゲーム配信に対する思いであったりとか、そのまあ俺のなんだ、その旅企画のことであったりとか、そうお互いが言い合わないとダメなんだよ。もっともっと
でもね、俺はね、鮫島さんが、俺が鮫島さんを泣かす絵は見えなかったね。絶対ないでしょ、これって。頑張ったけど無理だった。てかね、鮫島さんはね、違うんだよ。あの、ディスり合ってる時ね、昔の癖でね、楽しくなる癖があるから、あの、なんつうの、強すぎるんだって。口喧嘩が、あの人。口喧嘩で勝てると思ってないもん。それこそ、だから、ここで泣いたら、俺がここで泣いたら臭くなるなっていうの分かってるんだよ。そう。だからアドリブでしょ、結局。だから台本は出されたけど、結果アドリブだでしょ。結果アドリブ。要はこの台本ダメだっていうのを、瞬時に判断するわけよ。だから俺からしたら台本もクソもないよ、あんなの。だってそのドレさんと鮫島さんがディスり合ってたのが台本ないんだもん、そもそもが。だドレさんもそのディスるんならはっきり明確にディスると面白くなるかもね、今後。和道さんが女の人相手に泣いたの面白かった。え、そんなことあったっけ？女の人相手に泣いた？覚えてないわ。俺さ、しかもあの日さ、12時間配信やって、7時間ぐらい、そののんちゃんと街プラプラしてて、帰ってきて面白いからちょっかい出したから、あの時点でもうすでにもう眠気マックスだったんだよね。もう寝たいっていうのが本音だったよ。泣き真似してたっけ？覚えてないな、あんまり。でもなんかふわっちで神回っぽい神回がなんか起こるといいな。本当のなんか神回ない気がする、ふわっちには。なんかとんでもない神回見たいよね。ザ・神回っていう。ふわっちはね、結構まったり配信者が多いからな、神回が起こりづらいんだろうな、多分。サソリンなんか閲覧多いな。もうサソリンが閲覧多いってだけで水増しを疑っちゃう俺らがいるからね。サソリンなんだろうね、300人ぐらい。まあまあまあ、名前は一回上がったからな。しちゃった悔しいっていうね、神回ないよね。これは生で見なきゃっていうの昔あったもんな。今ないよな。あとなんか思うのがね、配信者がどん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 高年齢化してるというか、年齢が高くなってる気がするんだよね。だから年齢が高くなるイコールみんな丸くなっていくから、それが結構原因がでかいんじゃないかな。なんか年取っていってさ、若い時みたいなノリっていうのはやっぱ不可能だと思うんだよね。不可能。
30代みんな超えてるからな、いやそれはしょうがないじゃん、人間として。人間としてさ、30超えてさ、バカみたいなことならなくなってくると思うんだよ。ヒカルくんがちょうど去年かそれくらい急激になんか精神的に大人になったと思ってて、ヒカルくんが確か30歳ぐらいでしょ。だからそのなんだろうな、俺ヒカルくんがちょうど多分丸くなっていくタイミングの配信者だと思ってんの。昔やっぱ尖ってたじゃん。はい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 、あー、クリオネさん了解です。あの聞いてます。あ、じゃあ名前入れますね。ありがとう。なんかね、あまおもちゃんの、お、了解了解。私の前にね、 OK、 ちょっと待ってね。あれあれ、なんで映ってないんだ。あれ、キャプチャーができない。え、バグった何これ。ちょっと待って、ちょっと待ってね。なんかバグったな。あれ、なんだろう、なんで、あ、映った。ちょっとバグってた。あれ、なんでできないんだろう。何これ、え、どういうこと。ちょっとごめんね、バグってんな。あ、まあ入れとくね。クリオネさん、クリオネさん、アモちゃんの前に入れとくわ。ちょっとキャプチャーができないのよ。なんだこれ、なんかちょっとキャプチャーができ、あれ、できた。なんだこれ、え、なにこれ。ちょっとごめん、キャプチャーがぶっ壊れてるから後でやっておきます。後でやっておく。クリオネさん、カタカナクリオネ。オッケーです、入れました。のんちゃんもうね、出演終わっちゃった。ひらがなでクリオネ、了解です。クリオネさん、ありがとうございます。あ、ヒカルくん歌舞伎町にいんだ今。ヒカルくんとたまには飲みてえな。ヒカルくんと飲みてえな、なんか。ヒカルくんと全然話できてない。キャスバー遊びに行こうかな。あ、ありがとうございます。クリオネさん。キャスバー遊びに行こうかな。何曜日だ。うん。俺も光と和道さん見たい。え、オプチさんどこにいんの、キャスバーにいんの。のんちゃんキャスバーに飲み行かない、えっつってる。せっかくメイクしたし遊び行かない、キャスバーに。え、行ってきていい、今日外雨降ってんのかな。キャスバー行こうかな。雨降ってんのかな。どうしようかな。行こうかな。あ、配信で見たいってこと。どうしようかな。今降ってない。キャスバー、キャスバー、いっか。
行かない。うん。やっぱやめとく。いかんいかん。ジム行こうかな。ジム行って汗流してこようかな。ザーズ乾いてる。ぶん殴ってこようかな、サンドバッグ。スパン。明日練習会あるの？もう行かないよ。明日誰が出んの？あ、そうだ。あのさ、YouTube のチャンネル登録が1000人以上だと1000円で焼肉食べ放題があるんだよね。そこ行ってみたいんだよね。知ってる？ YouTube のチャンネル登録1000人で のんちゃん焼肉食べる？なんか100人だっけ？ 1000 人じゃないっけ？新宿。なんかね、それなんて検索したら出てくるんだろう。あんあん YouTube でいいのかな。焼肉あんあん YouTube。これだ。イベントか。YouTuber なら焼肉食べ放題が1000円。3月の30日まで。6名まで同伴可能だって。ね。でも、GoPro が当たる企画もあるんだ。これいい、これいい企画だよね。これ、あんあんってめちゃめちゃ安いんだよ。一人で、まあ食べて、普通に通常でもね、カルビとかが、250円とかなんか、そういう安い系の焼肉屋さんなんだけど、まあ1000円は赤字だろうな。これでもさ、バズマーケティングでさ、絶対ツイートするじゃん。で、絶対話題になるじゃん。下手にテレビとかに広告かけるんだったら、これすげえうまいやり方だと思って、この企画考えた人頭いいよな。めちゃめちゃ頭いいと思う。キャンペーン中に焼肉あんあんと入れて YouTube に動画投稿すると抽選で3名様に GoPro が当たる。おのんちゃん焼肉は？これから？うん。行かない？焼肉食いたくない？焼肉食いたくない？今日は。今日はいい？まあ、3月30日までやってるから、今度行こうよ。おー、リュウホーデスマス、久しぶり。いらっしゃい。今度行こう。ていうか毎日焼肉でもいいぐらいだね。またあいつかって。それ企画面白くない？焼肉食べ放題
毎日行っても怒られないかっていう YouTube。 それ絶対面白いよね。それ面白くない？毎日行くので、1000円毎日利用して毎回動画撮って、それどうなんだろうな。さすがに嫌な顔するだろうな、店員さんも。企画に企画をかぶせるタイプ。野田総理行ってんだ。あ、さすがだな、野田総理。さすがだわ。あ、行ってるんだ、もうすでに。ていうか、普通に金がないだけなんじゃねえか、それ。和道さんの配信を YouTube で見るのが日課になってる。あ、ありがとうございます。いつも最後まで見る前に寝てしまい、毎回最初から見てる。病気だよ、病気。ヒカルくん誘ってみたら？いや、うん、いや、なんかね、もうヒカルくんね、もう、誘いづらいんだよ、最近。もう、大手さんだから。友達みたいにサクッと行こうぜっていうのがね、もう、できないの。そういう立場じゃないの、彼は。だからね、気軽に誘うっていうことはやんない。企画をしっかり用意して誘う、彼は。なんか結構ヒカルくんもね、自由でいたいタイプなんだよ。自由でいたいタイプの。だし、もうほら、抱えてるリスナーがヒカルくんだけじゃなくて、1000人単位でいるわけだから、彼はもう立場を持ってるのよ。自分で自由に行動、まあできるんだけど、その1000人が喜ぶかどうかで判断してるから。そういうのがあんのよ。見えない力関係があるのよ。風俗の話ってタイトルあるじゃないですか。ごめんね、 YouTube に関してね、タイトル俺がつけてないから分かんないんだよね。あれ見て、和道さんツッコミ？風俗の話なんだろう。風俗の話なんかあったっけ。ちょっとわかんないな。毎日ね、ずーっと喋ってるから。突で風俗の話なんかあったっけ？もうダメだ、健忘症だな。若年性アルツハイマーだ。なんか風俗系の突ってあった？風俗で出入り禁止って誰がなった？ごめん、全然わかんねえわ。誰？誠かな？まことか。いや、もうダメだわ。もう覚えてない。本当に覚えてない。そう、リスナーさんの私のこと分かりますっていうぐらい分からない。それと同じぐらい分からない、その話題。いや、出禁のやつが分かんないわ。まことでしょ、多分もう話の内容も覚えてないもん。過度な手間。でも風俗出禁になるやつって俺本当にダメなやつだと思ってるよ。のんちゃん何使ってるの？何を使ってる？ん？何を使ってるの？何の話？あ、和道が和子になったやつか。俺、あれ好きなんだよね。漫才師がさ、漫才やるときにさ、何作ってるか。あ、いや、多分ね、キッチン洗ってくれてんだと思う。あ、俺が突っ込んでた。何の話をしたんだっけ、今。俺今何の話をしたんだっけ。あれ、何を話そうとしてた。俺今何の話してたっけ。家族家族くん
誰カズくんって。自分が今言ってたカズくん。え？唐揚げの歌の話してたっけ？あ、そうそう、ありがとうございます、カレオさん。そう、漫才師がなんかほらコンビニの店員ってああいう時ムカつくじゃん。え、どういう時だよっていう、その枕言葉っていうの、なんか頭でオープニングトークやった後にそれじゃあやってみよう、お前店員なっていう、あの感じあるじゃん。あれを漫才師はさ、ネタの構成がしっかりしてるけど、あれをフリートークでやるの好きなの俺。だからじゃあ俺風俗場やるからお前客やれよとか俺よくやるでしょ、凸の時に。あのね、そのくだらない感じの前振りが好きなの。ほら、あの何、あのなんだっけ、あいつにもやるじゃん、なんだっけ、名前出てこねえな、刺激の子じゃなくて、あの卵味噌にもやったでしょ。あれでもね、絶対ね、あの常にやっておくといいと思うよ、配信者は。あの役を作って役にはまり込むタイプの芸人のタイプが好きなんだよ。ショートコントが好きなんだよ、ショートコント。あ、でもあれだよな、卵味噌のあいつ汚ねえよな、あいつずるいよな。なんかちゃんとそのクエスチョンに対して笑いでアンサー取ってくるから、あいつは汚ねえと思ったもん。唐揚げの歌も超面白かったし。唐揚げの歌さ、あれさ、 YouTube でさ、あの編集して唐揚げの歌単体であげたいもんな。みんななのか二人なのか、二人とかさ、なんだっけ、唐揚げの歌、唐揚げの歌、唐揚げの歌聞きてえな、唐揚げの歌聞こう。もう聞きたいから電話するわ。もうダメだ、あの歌中毒性ある。聞きたいでしょ、みんなも。寝てるかな。何、唐揚げの歌だって。なんだよ急にかけて。うるせえよ、唐揚げの歌歌えっつってんだよ。だからなんで放送中。うるせえよ、唐揚げの歌聞いてんだよ、関係ねえだろ。なん、いや放送してるかしてないかを。うるせえよ、関係ねえだろ、こっちのことは。唐揚げの歌聞いてんだよ。いいから、だから放送それだけ答えたらいい。だからそんなのお前に何の関係があんだよ、放送してるかしてねえか。そりゃ当たり前だろ、そりゃ俺だって出演料取らないといけない。うるせえよ、唐揚げの歌聞いてんだよ。ダメだよ、出演料だよそれは。もう、うん、お前そういうやつに変わったの、金金金金。変わったのって、金金金。うるせえよ、唐揚げの歌歌えよ。唐揚げ美味しい、二人で食べれば幸せいっぱい、二人の唐揚げ。いいよ、はい、それな、ちょ、何番それ。スープシュープ高専行くよ。それじゃあ俺が知ってる唐揚げの歌と違うから1番歌って。1番はダメです。それ何番歌ったの今の。いや、ラテン系の3番だよ。いや違う、2番か1番が好きなの。3番あんま好きじゃないから1番歌って。いや今日は3番な気分なんだもん。いや1番を聞かせろよ、1番聞きたくて電話かけてきたんだよ。いや、俺の気分もさ、ね、あるじゃん。3番俺は今しんみりっていうか、今ノリノリな気分だから俺今。頼むよ、1番聞かせてくれよ、寝れねえよ。寝れねえ。うん、いいよ、じゃあ、うん、じゃあ歌っていくよ。うん、その前に唐揚げは好きなの。まあまあ、唐揚げまあ好き。いや、まあじゃないよ。いや、好き好き。そういうな、いきなりテンション下がるなよ。いや、好きだよ。のんちゃんと唐揚げどっちが好きだよ。まあ、唐揚げかな。唐揚げに勝つんだ。いいから歌えよ、唐揚げ。
揚げ大好き二人とも唐揚げ大好き愛しているのか。飽きた。なんかメロディー何回も変わ、ちょっと待って、メロディー変わりすぎじゃない？毎回毎回毎回メロディー変わるよね。うん、毎回メロディー変わるんだよな。なんか前回の唐揚げの歌の方が良かったな。今回の唐揚げの歌あんまり良くなかった。しかも放送中だなあいつ。あいつ放送してたんだ。配信外だと思ったわ。ちょっとかわいそうだな。うん、あ、そうだな、配信中だったんだ向こう。なんか悪いことしたな。マイク、あ、ゆらちゃんいらっしゃい。うん、毎回変わるんだよね。うん、なんでゆらちゃん、なんでそんな、なんか固定版変わってるの。あ、ニムロズさんメガホンありがとう。前のメロディー良かったよね。二人でなのかみんなでなのか全然よく分かんなかったけど。あいつ頭おかしいよな、ほんと。いや、うん、お、ありがとうございます。花火ありがとう、あざす。まったりっつうか、もうまったりですよ。ダラダラしてる。ダラ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 してる。なんかあれだな、セット組みたいな。ネット内ストーカーされていたので、コテハンをマーズに。ドキュンネームだな、マーズに変えたんだ。ね、ちょっと待って待ってて、市川マーズで構わないんだけど、マーズに変えざるを得ないわけではないよ。ゆらちゃんね、ゆらちゃんネットストーカーで、コテハンを変えざるを得なくなったなら分かるの。コテハンを変えざるを得なくなった。でもその日本語だと、ネット内でストーカーされてコテハンをマーズに変えざるを得なくなったっていうと、それストーリーが知りたい。何があってマーズだけしかダメって意味だよそれ。コテハンをマーズだけにしかしちゃいけないんだよ、その言い方だと。ゆらちゃんちょっとバカだからな、それが面白いんだよね。マーズじゃなきゃダメな理由があるはずなんだよ、この日本語だと。いや、ゆらちゃんね、ちょっとアホな子なの、この子は。彼女いるよ後ろに。昔からアホなんだよ。セーラームーンかお前は。面白いよね、やば、やばい、面白いよな。うん、なんかさ、違うんだよ。俺さっき話そうと思ったけど、インノートっていうさ、サイト知ってる？インノート。インノートやばいよ。ラッパー殺しだよ、あれ。インノートっていうサイト知ってる人いる？これ、ちょっと、これ、直そうね。ちょっと待ってね。インノートが今来てるから。あれ、一回やらないとダメなのかな。ちょっと待ってね、これ一回、ちょっと待ってね、削除。インノートっていうねサイトがあるんだよ。画面キャプチャー、あれ画面キャプチャーじゃないだ、削除。あのね、勝手に韻を踏んでくれるサイトがあるの。やばくない？
そう、もう天然なんだよね。どうやってやるんだっけ。なんだろう、変わってるソフトの使い方。ウィンドウキャプチャーじゃなくて、ウィンドウキャプチャーじゃなくて画面キャプチャーか。今、あれ？なんだろう。画面が、ごめんね、ちょっとね、画面がキャプチャーできないわ。なんだこれ。バグってんな。ちょっとできないんだけど、ごめんね。印を勝手にブワーって出してくれんの。インノート。そう。ん？ なんだ。うるせえな、忙しいんだよ。なんだよ。忙しいわけねえだろ。忙しいんだよ。仕事中だよ、バカ野郎。なんだよ、花火バブル終了って。なあ。潰れたか、ワド。なんだよ。何笑ってんだよ。バブル終了したの？お前に何の関係があるんだよ。ねえ、何のねえ、関い係や、があるんバだブよ。ル。いや、ただ俺は嬉しいだけだよ。いや、正直、6時間放送やって花火4発だわ。6時間で？うん。俺70分で4発だけど。いや、だからもうバブルは終わったんだよ。お前に何の関係があるんだよ。関係は、いや、俺は関係はないよ。関係はないけ関係ど、ないならなんで凸かけてくんだよ。嬉しいっていう気持ちを伝えたかった。なんだてめえ、この野郎。ところで、話か。和道くん、なんだよ。花火が今見て、俺の放送また上がっちゃった。あおりがとうございます。花火い。てめえ、あふりがざけんなとよ。おい！話聞け。う。何？お前が、な、花火今もらったんだろ？唐揚げの歌聞きてえわ。しつけんだよ。もっと違うネタ振ってきてくれよ。なあ、俺だっていろいろできるんだぞ。まあ、いろいろできんの？ああ、できるよ。どんなことできんの？北朝鮮と韓国の違いだよ。お前そんなのわかんの？ああ、わかるよ。頼むこれわ。だ、じゃあそれ頼食べむれわ。る。じゃあそれ頼むわ。じゃあ、まず韓国から行くぞ。ああ。アンチェル、リスナーカンマネハスムニだ。ハンチェンケメネ、パセヨ。これが韓国だよ。な？次、北朝鮮に行くぞ。アンチェルン、ケメネンハスムニだ。ハンパンケメネンチェンジェネンハスムニだ。マセ。違いが唐分揚かった？げがいいわ。唐揚げがいいわ、俺。じゃあな。唐揚げだけ。うるさい。じゃあな。唐揚げだけ頼むわ。唐揚げ以外、あ、逃げた。唐揚げ以外ダメなの、あいつ。唐揚げ芸人だ、唐揚げ芸人。唐揚げ芸人だよ。唐揚げ。なんだよ。はいはい。君ってバカだよね。なんすか、なんすか。いや、君ってバカだね。意味がわかんないですけど。いや、配信見ててそう思ったんだよ。あ、ちょっと待っててもらっていいですか。ええ。
あ、ごめんごめん、なんだっけ。いや、君ってバカだよねって。君ってバカだよね。ねえ、ほうほうほう、配信見てそう思った。はい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 、はい、終わり、あの終わり、終わりだけど、あ、じゃあどうもありがとうございました。はい、はい、だって余計ないでしょ。いや、あの、うん、君ってバカだよね。だからそれで余計終わりでしょ。うん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、来ていいよ。はいはい、切る切る。絶望的に、いやいや別のやつ、絶望的に面白くない、うん、あ、フォローありがとう、声が小さいのはダメっていうよりも、君はバカだよねから話は広がらないよね。お、オン、うん、だって声聞いただけで俺よりバカだってわかるんだもん。俺は確かにバカかもしんないけど、声聞いただけでバカだってわかるんだぜ。面白くないよね、うん、つまんねえ連投コメ書くようなタイプでしょ、うん、こっちから書けるよ面白かったら。画面にアイコン映ったけど、 OBS には、え、 OBS 配信に OBS、 OBS 配信に OBS って何？ふわっちの配信には OBS 使ってるよ俺は。ふわっちは OBS で配信やってる。まあ、うん、OBS 一番使いやすいんじゃないかな。いいと思うよ、ありだと思うよ。 OBS ありっすね。そうそう、そっちのバージョンが好きなの。唐揚げ大好き二人ともの方がメロディーが分かんないけど、そう、そっちのバージョンが好きだった俺。メガホンありがとう、椎名さんいらっしゃい。おへホテル、あ、ごめん、この前さコラボ上がってくれたでしょ。あれね、気づかなくてクリックした瞬間にテル落ちちゃったんだよ。ワドバンドのボーカル、あ、あいつがボーカルだったらフジロック取れるな、うん、フジロック取れる、フジロック攻めよ、フジロック。てか配信者バンドはマジでやりたいよな、結構盛り上がると思うんだよな。あーねっつって、ふうじゃなくなったんだ。ふうじゃなくなっておはようって言っちゃったじゃん。俺ふう好きだったのにな。
腹減ったな。フジロックで唐揚げ聞きたいでしょ。でもパニック障害だからな。ボーカルがパニック障害じゃダメでしょ。ねえ、飯行こうよ、飯。行こう行こう。あ、埼玉遠いよ。テルの家遠すぎ。なんで東京住まねえんだよ。新宿にも家借りよ。新居、新居。別荘構えよ、別荘。演奏ね、ギターがね、ネックが反っちゃって、また、テコ入れしないとダメだね、これ。すぐネックが反るから。飯行きたいね。テル道具買ったの？テルも揃えないダメでしょ。しょ。ギターはね、手入れっていうか、やっぱりいいギターを買わないとダメ。安いギターはすぐダメになるから。やっぱね、そこそこいいギター持ってないとダメだね。あとはまあ弦とかも緩めておかないといけないんだけど、俺がズボラの性格だから張りっぱなしだからね、それで歪んでいっちゃうの。ベッキーがいるよ、ベッキーが。後ろにはベッキーがいるよ。ねえベッキー。そこはベッキーでやらないんだ。ベッキーだよ。うん、ちょっと声似てるな。楽器はピンキリどころじゃないよ、もう。とんでもなく金かかるよ。多分ね、ちゃんとバンドやろうとしたらね、ギター一人で200万ぐらいかかるよ。ギター一人で200万ぐらい。キャビネット、なんだっけ？キャビ？キャビが下か。キャビ、なんつうんだっけ？もう名前が出てこないな。なんつうんだっけ？名前出てこない。キャビとヘッドか。ヘッドアンプ、キャビネット。ギター200万ぐらいかかると思うよ。ちゃんと揃えたら。200万もいかねえか、100万ぐらいか。ギター20、30万、30万のギター、100万ぐらいか。なんか今日なんでこんな眠いんだろう。めちゃめちゃ今日体調悪い。全然ペラも回んねえし。寝るかな。うん、今日も寝よう。ていうか映画かなんか見てえな。映画でも見ながらまったりしようかな今日は。調子悪い。なんかあくびずっと止まんないんだよね今日は。今日はね、多分ね、今年入って一番調子が悪かった、配信の。寝よう寝よう。明日は明日ね。えなんだよ。なになになに。
おっと。もしもし。君ってバカだよね。ご用件をどうぞ。いや、何もないんだけど。何もないんならさ、電話かけてこないでくれる？俺、お前と別に知り合いでも何でもないしさ。そうだけどさ。俺お前のことあんま好きじゃないんだわ、俺。そうなの？で、別に俺の放送見てもらっても全然構わないけど、君に構ってる暇ないのよ。どうしたらそんな配信で喋るんですか？何？まず自己紹介してくんない？誰なの、君は。明日香です。はい、明日香。明日香さん。はい。で、俺明日香さんのことあんま好きじゃないので、別に俺がバカでも構わないし、俺の放送つまんないって言っても構わないんだけど、あんまり絡みたくないんだ君と。なんで？嫌いだから。一つ教えて。じゃん。いや、一つ教えてじゃなくて、まあいいや。何？どうしてそんなに喋れるの？いや、だから俺のことバカだと思ってるでしょ？俺のことバカだと思ってるでしょ？喋れるのとかじゃなくて、別に意味が分かんないから、言ってることの。普通に人間だったら喋れるでしょ？いや、そこまでのトーク力は。うるさい。トーク力がどうとか関係ないから、君に。わかりました。消えて。二度とかけてくんなよ。わかりました。ブロックしといてください。はいはい、お前が誰かわかんねえっつうの。バカすぎるだろこいつ。な、あのね、アンチのやつってね、こういう脳みそなんだよ。自分が有名だと思ってるし、自分が対等だと思ってんの。はっきり言って、こんなのと絡んでも何にもなんねえから、本当に。大体ここでコメント打ったことないやつ、どうやってさブロック入れんだよな。おめえが見に来んなって話だよ。ごめんね。じゃあお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよ。もう